はい、皆さんこんにちは、金田ロッキーです。今日はですね、皇居のすぐそばにあります平野正門公の首塚に来ております。ここね、お寺とか何でもないんですけれども、正門公のお墓というか首塚ですか、首のお墓、正門公首が切られてここまで飛んできて落ちた場所という、まあそれはまた別の場所にこれあったんかな、その首がお祭りされている、塚、お墓ということになっておりまして、正門公首を切られた後、首が胴体に戻ろうとしたっていう伝説がありまして、ですからその何かに戻りたい時、あるいはまあ元いた場所に復活したい、健康な体に戻りたい、そういった、このお参りですか、お願い祈願すると、ここでもすごい叶うと呼ばれております。でね、僕も以前、まあ、芸能やっておりまして、芸能ちょっとお休みしておりましたので、ちょっと芸能界また戻りたい、復活したいっていう時にここでお参りしたんですね。でお参りの仕方っていうのが、何かに変える置物を持って、これも語呂合わせなんですけれども、それでここでもうきちっと祈願する、はい、それをやって、まさかどこ、まあ首塚ここなんですけれども、首、しっかりお祭りされているのが神田明神。神田明神には他のね、恵比寿様、大黒様も一緒に、お祭りされているんですけれども、神としてお祭りされているのは神田明神なんで、僕ここをお参りした後、神田明神も行って絵馬もぎっしり書いて、もうほんとガチ祈願したんですよ。そしたらその日の晩に、あるちょっと芸能事務所の社長とつながりまして、で結局そこの事務所に入って、そこの事務所はすぐ辞めたんですけれども、そこの事務所入ったおかげで上京してきたと。もう本当に僕今ここにいるのは、こう正門さんのおかげというか、その後ね、まあいろいろまたお願いして叶った場所とかあるんですけれども、ここがなかったら俺は上京してなかったかもしれないという、本当大事な場所なんですよ。だから僕にとってはまあ最低でも1年に1回2回絶対参りますし、そうですね、1年に1回2回絶対ここお参りに来ますし、秋に法要とかありますのでね、なるべくもそれも来るようにしております。はい、ということで、ね、今回ちょっとコロナが本当大変なので、もうそのね、日本がもう元通り戻りますよう、元の日本に帰れますようにというお願いをね、本日正門公の首塚で、ちょっと祈願させていただいた後、そして、神田明神の方にもこの後参りたいと思います。ではこちらの方ご案内します。そんなにこれ広い場所でもないんですけれどもね、結構人はひっきりなしにお参り来はるんですよ。はい、こんな感じでね、由緒書きしっかり正門公のことがしたためられております。ほんとひっきりなしにここ参拝客来られます。仏説魔家般若波多神経漢字大坊殺行人般若波多自称剣本海空大祭区役者理神式空空空意識式即前空空即前式入創業式接終月やてやて腹やて腹創業手口魔家般若神経解散しますよ。どうかどうか力貸してください。ありがとうございます。これ本当ね、こうやってね、ビルの谷間にあるんですよ。で、仕事始めの日なんてずっとこの工事中やった時、仕事始めの1月4日とか5日にも工事関係者がみんな集まって、ここでもう工事滞りなく住みますようにってきっちりお参り来てありましたからね。で、過去やっぱりここをどかそうとした人たち、ブルドーザー倒れたり怪我人が出てね、やっぱりもうね、兵庫県西宮市の巨石伝説、石のかそうとしたらたたりごとがあるじゃないですけれども、やっぱりそういう場所ですので、ここはもう本当大事に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 されている場所やっていうのが、もうこのようにね、見てお分かりいただけると思います。でね、
見てください。もう工事やってる時になんか飛んできて、このね、この墓標が傷ついたらもうえらいことやることで、こうやってもうアクリル板までかぶせてね、工事関係者の方が、これ以前なかったんですけれども、もう工事は終わったみたいですけれどもね、その後これ取り壊される、取り壊すんじゃないわ、取り外しされるんかな、アクリル板は。はい、このようになっております。でですね、僕も以前こう本当カエルの置物をこうやって置いてね、元いた場所に帰りたいとか、そうやってお参りすると余計にね、お願いが叶うと言われております。もうすごい数のこのカエル、はい、こちらの方にございます。でね、以前ねここ掃除してる方がおられたんで、ここ神田明神管轄かな、すいません神田明神の方ですかって聞いたら、いや違います、僕はここ掃除しているものです、いう男性がおられたんですけれども、僕もちょっとここでお願い叶ったことがあるんですけど、他の方どうなんですか、そんな中お願い叶ったことあるんですかって話聞いたら、長野のおばさんが末期のがん患者やったと。で、わらにもすがる思いでここにお参り来て、で、ここ写真撮ったら、この白蛇がピャーと写って、俺その写真見せてもらったんですけれども、どう見たって白蛇なんですよね。で、それ撮ってから、がんが治ったと。医者にももうね、余命何ヶ月や言われてた人が治った。で、あと、あるオリンピックのアスリートの方が、怪我で、ちょっと復活したい時に、ここに来てお参りしたと。で、名前は、僕もね、教えていただけなかったんですけど、ここにしょっちゅう来てお参りしてたと。で、見事復活を遂げられて、金メダルを取られたと。で、金メダル取った時はここに来て、本当にね、金メダルをお供えして、もう土下座して、お礼前に来てはったということでね、やっぱりこう復活、僕も含めてね、いろんな方々のお願いが叶ってる場所です。すごい場所です。神社の参道で食事をすると神社のパワーが取り込めると言われておりますので、早速神社の横のお茶屋さんでですね、食事をしてみたいと思います。はい、栗まんみつきました。まあ別にね、どこでも食べれると思うんでね、美味しいもんでもないと思うんですけど、美味しそうですけどね、美味しいもんでもないと思うんですけど、食べてみたいと思います。アイスクリーム、あんこ、寒天、アイスの上にも黒蜜が乗ってて、この和のハーモニー、アイス、あんこ、白玉、みかん、寒天、口の中がわけわからん、うまだ良くなった、でもうまい。はい、まさかどこの首塚にお参りした後は、現在お茶の水にございます。神田明神に参りました。まさかどこ神様としてお祭りされているのこの神社ですからね、きっちりとこちらの方もお参りしていきたいと思います。現在桜が綺麗です。早速ご案内します。このように素晴らしい神社です。
現在神田明神裏の松社全部お参りしている最中です。八百万の神々がお祭りされております。そして桜も本当に綺麗です。相変わらずラブライブエマすごいです。ダイヤちゃん、のぞみちゃん、ルビーちゃん、小鳥ちゃん、ニコちゃん、すごいなこれ。ファンの方が書いてるんですよ。はい、もうラブライブの聖地ですからね、ここは。夫婦の獅子と小さい子供の獅子、お祭りされております。神田明神裏の公園、ちょっと日陰になっている分、今が満開でございます。おお、素晴らしい。ねえ、こんな平和そうなのにね、コロナが蔓延しているように見えないのにね。